ナ・ハルフォーフは、ドイツの女優。教師の娘として、東ドイツのズールに生まれる。高校を卒業して看護婦としての研修を受けた後、1976年にドレスデン工科大学に入学して、繊維産業を専攻。しかし1978年に東ベルリンのエルンスト・ブッシュ演劇大学に入学し、優秀な成績で1981年に卒業する。ベルリン人民劇場に属して舞台女優となる。18番はマクベス夫人。映画にも出演し、1988年に主演した大シャウスピラリンでカルロビバリ国際映画祭最優秀女優賞。1990年には第6回ドイツ民主共和国映画祭で最優秀女優に選ばれるが、東ドイツはその年に消滅してしまった。ドイツ再統一後の1990年に一時ベルリンドイツ劇場に移るが、すぐにベルリン人民劇場に復帰。カール・ツックマイヤーのデ・トイフルス・ゼネラルの演技で1997年に批評家が選ぶ。年間最優秀女優に選出される。出演映画は多いもののドイツ映画が、ほとんどのため国外での知名度は高くないが、2004年のヒトラー最後の12日間でのマクダ・ゲッベルス役での鬼気迫る演技が注目された。最近はテレビドラマにも進出している。結婚前の旧姓はメフォート。旧東ドイツ時代にシリア人のコンピュータ技師と結婚して、家詰を設ける。その後音楽家の別の男性との間に男児を設ける。共演した俳優と1985年に2度目の結婚をして男児を設けた。最近は映画プロデューサーのベルント・アイヒンガーと交際していたが破局した。ありがとうございます。